横浜高校野球部。強豪ひしめき合う神奈川県の高校野球界の中でも、特に多くのプロ野球選手を輩出してきた名門校です。これまで鈴木貴則、涌井秀明、そして現在メジャーで活躍する筒香嘉智などが有名な OB として知られていますが、その中でも特に横浜高校の最高傑作として一般的に知られているのが、平成の怪物と呼ばれた松坂大輔でしょう。しかし1968年から2015年まで約47年間横浜高校野球部の監督を務めた渡辺元則が指導してきた教え子の中で、歴代ナンバーワンに名前を挙げたのは松坂ではなく丹波晋也という男でした。そこで今回は、渡辺監督が松坂よりもすごいと語った天才投手丹波晋也についてご紹介します。常に努力をし続け、野球に向き合っていた丹波の凄さ。甲子園決勝でノーヒットノーランを達成し、西武ライオンズ、そしてメジャーの舞台でも日本のエースとして活躍を見せた横浜高校 OB の松坂。しかし渡辺監督は松坂をも超える才能を持っていたと丹波について語ります。1978年生まれの丹波は、学年としては松坂の2学年上で、同級生には後にプロ野球選手となる松井康介がいました。そんな丹波は1年生で名門横浜高校に入ってきた直後から公式戦に登板していたようで、渡辺監督は丹波について、ほとんど火の打ちどころがない、あまりに完璧すぎちゃってと思うほどの選手で、同じ年代であれだけ慕われて認められた選手はいないんじゃないかと、名将渡辺監督も舌を巻く才能を見せていたという丹波。また渡辺監督は、50年の中での教え子の中でもとりわけ文武両道に長けてた選手で、丹波いないなと思うと必ず外野をランニングしていて、チームの模範になるような選手ですよというように、常に誰よりも向上心を持って練習に取り組んでいたといいます。同級生の松井は、練習とかはすごい真面目で、普段はおちゃらけるタイプで、場の雰囲気とかを盛り上げていたと丹波の性格について語っていました。そして丹波が1年生の時に2学年上の3年生だった山本哲也は、2021年に丹波のことを語ったインタビューで、その凄さについて話しています。まず山本は、当時1年生で背番号をもらっていたのが4人ぐらいいたのかな。そのうちの1人が丹波でした。後に中日に入団した牧田健二や、現在は西武でコーチを務めている阿部正弘もそうでした。いい選手が多かったので、その世代も強くなるんじゃないかと言われていましたが、その中でも丹波はずば抜けていましたねと、入部当初の時点で同世代の中ではずば抜けたものを見せていたといいます。そして山本は、シートバッティングなどで実際に丹波の球を見た時の印象について聞かれると、球の質が全然違って他の投手とは違うなと、183センチと背が高かったこともあって、球が2階から来るみたいな感じでした。どうにもこうにも打てなくて、キャッチャーに球種を変えろと言っていたぐらいです。球速もおそらく140キロ以上は出ていたと思います。恵まれた体格から投げ込まれる丹波のボールは、球種すらも判断できないほどのものだったと語ると、直球のほか縦に落ちる速いスライダーやドロンとした大きなカーブも持っていましたが、とにかく当たらないんですよ。よく投げていた変化球は2種類だと思いますけど、それで十分に通用していましたねというように、球種はそこまで多くなかったものの、一つ一つの切れ味がとにかく抜群だったことを語っていました。その中でも特に驚いた変化球について質問されると、縦のスライダーですと答えて、その理由として、長身から角度をつけて投げてくるし、途中で消えて見えないんですよ。ボードゲームの野球盤でホームベースのところがパカッと開いて球が下に落ちる仕掛けがあると思うんですけど、まさにそんな感じでしたというように、目の前で急激に落ちる縦へのスライダーが驚異的なボールだったと語った山本。さらに丹波の体格について山本は、直前まで中学生だったとは思えないほど出来上がってました。ただ僕らが知っている丹波は1年生でしたから、あくまで1年生にしてはという範囲ではありますけど、今の大谷選手じゃないですけど、筋トレなどをしていったらもっとすごい体になっていたでしょうねと、
1年生として入ってきた時点で野球選手としての体が出来上がっていたといいます。そんな丹波とは1年生と3年生ということもあり、春から夏にかけての短い間しか過ごすことがなかった山本ですが、丹波の印象に残っているシーンについて聞かれると、神奈川県の予選の準決勝で相手は横浜商工だったかな、当時1年生だった丹波が横浜スタジアムで投げたんですが、すごくいいピッチングをしたんですよ。僕はその試合に出てなくてベンチから見ていたんですけど、1年生には見えませんでした。堂々としているし、落ち着いているし、やっぱり度胸があるんだなぁと感心しきりでした。僕や同学年のメンバーが1年生の時とは比較にならないほどです。として1年生から横浜スタジアムの大舞台、そして県予選に準決勝という大事な場面で登板しても肝の据わったピッチングを見せていたそうです。このように渡辺監督や先輩の山本から見てもとてつもない才能を認められていた丹波は、山本の世代が引退して指導した新チームでは2年生ながらエースで4番を任されたといいます。そして新チーム発足直後の練習試合で丹波は4試合でノーヒットノーラン2回、打者としても3本塁打を放つなど圧倒的な活躍を見せていました。こうして誰もがこれから丹波がどんな怪物に成長していくのか期待を集めていた真っただ中、まさかの悲劇が訪れてしまうのです。上地雄介が惚れた丹波と突然の別れ。先ほど紹介したように新チーム発足直後から驚異的な活躍を見せていた丹波は、来る新チーム初の公式戦秋季大会に向けて準備を進めていました。しかし不幸は突然訪れます。翌週から秋季大会が始まるというタイミングの1995年8月17日、丹波真也は突然この世から去ってしまったのです。死因は心臓肥大による急性心筋梗塞。前日までごく普通に生活していたそうで、突然のものだったといいます。あまりに突然の知らせに、横浜高校野球部に関係するすべての人たちが悲しみに暮れる中、そのうちの一人に、当時1年生だった上地雄介がいました。現在タレント、歌手として人気を集める上地ですが、学生時代は横浜高校野球部に所属して松坂とバッテリーを組んでいたことがよく知られています。そんな上地は2007年に自身のブログで丹波との関係性を綴っていました。中学時代から所属していた軟式野球クラブチームの横須賀スターズでキャプテンを務め、全国大会出場も果たしていた上地には多くの名門校から誘いが届いていたようで、当時は茨城県の名門常総学院への進学を望んでいたといいます。しかし中学3年の夏のある日、上地は家族で甲子園予選の神奈川県大会をテレビで見ていたそうで、その試合は先ほど山本が語っていた神奈川県予選の準決勝、横浜対横浜商工戦でした。その試合で上地は終盤に出てきた背番号11、丹波が次々と三振を取り、横浜高校のピンチを救った姿を見て、俺は試合なんてどうでもいいと思ってきていた。この人のボール、受けたらどんな感触なんだろう。いつの間にか頭の中でそればかり考えていた。と、当時キャッチャーを務めていた上地は、そのことで頭がいっぱいになったといいます。そして試合終了後、上地はすぐさま一緒に見ていた家族に対して、俺、横浜高校に行く。と告げたそうです。こうして丹波のピッチングを見たことがきっかけで、横浜高校へ入学することになった上地は、横浜高校に学年で一クラスのみ存在する体育クラスに入ることに。しかしこのクラスは、運動に命を懸けた筋金入りのワルがそのクラスに集結していたようで、体育クラスだけ入学式からお互いを睨み合うほどの治安の悪さだったそうです。そんな体育クラスでも入学直後すぐに、野球部以外の人間からも丹波の話題で持ちきりだったといいます。そして上地は憧れの丹波に初めて会った時に、おお、お前が上地か、よろしくな。と声をかけられて、スーパースターが俺を知っててくれたという喜びでいっぱいだったと語っていました。その後、ピッチャーとキャッチャーということもあり、丹波と一緒にいる機会が多くなった上地は、いつも練習後のトレーニングも2人で行っていたこともあり、周りの人からは兄弟みたいだねとよく言われたといいます。
また上地が常に隣で見ていた丹波の人柄について、丹波さんは本当に優しかった、俺が1年生の頃まだ上下関係があった、先輩たちにはよくしてもらっていたが、中でも丹波さんは本当に優しかった、そしてかっこよかった、毎日女子にキャーキャー言われても黙々と練習をして、マスコミにパシャパシャ撮られても騒がれても淡々と受け答えをする、成績は常にトップクラス、モデルみたいな体型で顔は男前、野球はスペシャルうまい、俺が女ならどんだけ遊ばれてもいいからそばに置いてほしいと思ったろう、というように丹波のどんな部分を切り取っても完璧すぎる部分について語っていた上地。そんな丹波兄ちゃんの間近に入れて俺はいつも誇らしかった、と丹波のことを兄ちゃんと慕っていた上地でしたが、1995年8月17日グラウンドから合宿所に選手全員が呼び戻されると、先輩たちは、あら、そういえば丹波は、この前あんないい試合したから今日は練習休みか、あいつ調子に乗って寝坊じゃね、と各々が丹波がいないことについて語っていたといいます。そこに涙目の監督と部長、コーチが入ってきて、渡辺監督は途切れ途切れに、今連絡が来て丹波が亡くなった、と告げたそうです。あまりの衝撃に一瞬の静寂が走った後、三塁コーチャーを務めていた斉藤先輩が泣き崩れたのを発端に、ほとんどの選手たちは次々に泣き崩れていきました。しかしその時上地は泣き崩れることなく一番後ろで一人呆然と立ち尽くしていたといいます。こうして丹波との思い出を綴っていた上地は、ある時丹波から、人の意見を気にしてたらキリがないぞ、俺たちは人に感動させたり何かを感じさせたり元気にさせられる特別な立場にいるんだから、人にどう思われるかなんてどうでもいいんだよ、ただ感謝して自分のできることをするしかないんだよ、という言葉をかけられたそうです。このような言葉からもわかるように、人間性も素晴らしかった丹波の訃報は、横浜高校野球部にとってあまりにショックな出来事で、立ち直るのには時間がかかると思われていました。しかしながらこの後ある奇跡の物語が待っていたのです。丹波の家族が巻き起こした奇跡の物語、秋季大会を翌週に控えた状態で突如やってきた丹波との別れにより悲しみに暮れていた横浜高校野球部、渡辺監督は当時を振り返って、いくらなんでも亡くなってすぐ試合という気持ちになれなかった、出場辞退しようじゃないかと、絶対的なエースがいないわけですから、と出場辞退を考えたといいます。しかしそんな時に丹波の母親である優子さんが、お通夜の時に渡辺監督に対して驚きの言葉をかけたのだといいます。当時の様子について渡辺監督は、お母さんが試合をやってくれと大理石の机に手をたたいて、何としても深夜のためにやってくれと叫びながら、深夜からそういう声が聞こえた、明日から練習してください、というように母親から悲痛な思いを告げられた渡辺監督、その言葉によって出場を決心すると、横浜高校は丹波を甲子園に連れていくために秋季大会に臨んでいきました。その大会中には9回ツーアウトランナーなしから3点を奪って逆転するという奇跡のような勝利によって、勢いに乗っていた横浜高校はエース不在という状況ながら春の甲子園大会出場を決める奇跡を起こしたのです。しかし奇跡はこれだけでは終わりませんでした。その奇跡の主人公となったのは丹波の4歳年上の兄、丹波幹雄、弟と同じ横浜高校に投手として進み、1年の秋からベンチ入りするなど活躍を期待されていましたが、肘の故障のために2年春に退部となり、その後野球から離れていました。そんな兄の幹雄でしたが、弟の深夜が亡くなる直前、急にキャッチボールに付き合ってくれと頼まれたといいます。そこでキャッチボールの相手を務めた時、深夜からまだやれるじゃんと言われた幹雄は、道半ばで亡くなってしまった弟の意思を継ぐために肘を手術し、1996年からクラブチームで野球を再びプレーし始めたのです。
そして迎えた1998年のドラフト会議、みきおはヤクルトスワローズから8位指名を受けて、弟の夢でもあったプロ野球選手になったのです。また、この1998年のドラフト会議で最も注目を集めていたのは、くしくも横浜高校の松坂でした。このように、亡くなった後にも多くの人に影響を与えた丹波を偲ぶ石碑は、今も横浜高校のグラウンド脇にあり、これからもプロ野球を目指す高校球児を見守っていくことでしょう。いかがでしたでしょうか。あなたは今回紹介した渡辺監督が松坂よりもすごいと語った天才投手丹波晋也についてどのようにお考えですか。ぜひコメント欄で教えてください。